えー、こんにちは。即下塾の久保です。皆さん、撮り鉄って知ってますかね私もね、鉄道の写真撮ることがあるんですけども、まあ私が写真撮るのは田舎町で走ってる写真を踏切から撮るっていうぐらいのものなんで、まあ田んぼのあぜ道から撮影しますんで、あんまり邪魔にはならないと思うんですけども、さすがにね、都市部とか、それから、やっぱ多くの人が往来するようなところで、カメラ、三脚を広げたりとかね、 狭いホームでそんなことをされるとまあ一種の威圧感とかねそれからまあはっきり邪魔で余計なことすんなというふうにしか見えないですねでもこの撮り鉄って方ってあのまあ言ってみれば迷惑以外はないんですよねまあもちろん撮影してる人の中では楽しいんでしょうし自分たちなりに社会的意義があると思ってるんでしょうけどもまあ社会に与える実害っていうのはキリがないんですよね でも違法行為とまでは言えないし、非常にめんどくさい存在なんですよ。で、今回ね、ツイッターでトレンドに上がってるんですけども、まあ、広島電鉄ってところが、ちょっと私も同じ広島県民として、お恥ずかしい限りなんですけども、なんと取り鉄がね、勝手なことをして、多くの住民に迷惑をかけ、これはね、一部命にも関わることになっていると、まあ、知らされております。どういうことかっていうとね、なんか電車を、 貸し切って、なんか、やってたらしいんですよ。で、その結果、その電車の運行状況によって、踏切がなんとね、4分間開かないというね。開かずの踏切ってのがありまして、多くの人が迷惑してると思うんですよね。もちろん、交通、公共機関ですから、開かずの踏切みたいなことができる現象ってのは、不可抗力とは言いますけども、今回は不可抗力じゃなくて、人為的に自分たちの気持ちよさを求めて、写真を、 自由に取りたいという欲求のために多くの市民が迷惑して踏切が開かないことによって通れないわけですからこれやっぱり一部ねまあ例えば救急の救急車とか赤信号は通れるけども踏切はさすがに通りませんからでそうなると命を争う1分2分を争うそんな命も危険にさらせるってことですよねだからこの社会的意義ってのはどっちかっていうと 取り鉄がいなくななくることなんですよね特に同じところに集中して集まるから面倒であってだからね一人でやってる分には全然構わないんですけどねなんか複数人固まるとまあ面倒なんですよしかもその人たちがもう個別に仲がいいかっていうとねそうでもなくってなんだか撮り鉄と言われてる人同士の中でも確執があったりね定規関係があったりとか暗黙のなんとかがあったりとかってとにかく面倒くさい存在なんですよね それについて FNN オンラインの記事を今見ていただいてるわけなんですけどもえと4分間踏切開かず住民足止め原因は取り鉄の電車貸し切り広島電鉄が謝罪と広島電鉄じゃなくてその取り鉄が謝罪しろよということですよねうんなり続ける踏切の警報音鉄道ファンのこれ鉄道ファンとは言えないですね取り鉄ってのはうん鉄道不安ですねこれはねこんな人たちがいるから配線が 後を絶たなないいんじゃないですか電車の人気もなくなるしねつまりは写真を撮りたいとかね電車が好きとかねいやそれ構わないんですよ構わないんですけども電車を利用してるって人の存在ねそういった他人がいることを忘れちゃダメですよねカメラ構えてれば何でもいいのかみたいなねよくカメラマンさんっていうのはカメラを構えちゃうと周りが見えなくなるっていいますけども本当に周りが見えてないですよね周りを見ていただかないと周りから見られてますよってことですねこれはね 踏切4分間開かないとかどんだけ迷惑なんだって話ですよねうんもうラーメンもの伸びちゃうよって感じですよ同じような記事が並んでましてでこれ見よがしにね白いレンズでもう自分の世界をね、うん、生きてる連中ですねこれはね踏切止めてまでやるなよと思いましたけどねまあ私がいたらこうドラり込んでますねドラり込むっていうかもう胸ぐらつかむぐらいのことしてますねこう,こういう勝手な連中はねやっぱ 世の中はダニなんですよ。本当に。こういうのは。邪魔にならないようにやる分にはいいんですよ。でも邪魔になってるからダニなんですよね。かゆいんですよ。刺されてるんですよ。実害が出てるんですよね。まあこういう風なね、デーンと座って、まあ座るのも違法行為でも何でもないんですけども、そこにあぐらをかいて、俺たちが何か悪いことやってますかみたいな。態度は、ダメですね。どう思ってるかは別にして、その態度が良くないですよね。やっぱこうね、 皆様の交通を妨げているとかすいませんけどもやらせてもらえませんかっていうふうにしないといけないですよねでこういう感じで撮り鉄の聖地とか言ってねまた聖地とか言って作るなってことなんですよ人が集まるからうん子供よりひどいね本当子供よりひどいですね子供は集まってカメラ構えてしませんからねうん住民困惑ということですだから住民の方っていうのはよそから来た人たちがね自分の生活を脅かされてるわけなんですよ まあポイ捨ても当然あるでしょうね。撮り鉄の人ってもうゴミ捨てますから、ね、すっごく。撮り鉄の人がね、写真撮った後って、あの周辺のゴミ箱がこソフトクリーム状態になってるんですよ。山盛りで。持って帰れっていうことなんですよね。迷惑駐車もありますね。ちょっとならいいだろうってかね。ね確かにちょっとなんですよ。数分なんですよ。一人一人はね。でもそれが10人規模でいるんですよ。俺、迷惑ですよ。勝手な場所取りで、警察出動。で 撮影するために三脚広げて場所取りするでしょ。撮り鉄同士で場所取りして揉めるのはいいんですけども、写真を撮るんじゃなくて、そこを歩きたい人の場所取りをしてるんですよ。邪魔をしてるんですよ。もう社会のダニなんですよね。こういう人たちはだからね。もうこういう人たちがカメラを取り上げて、カメラを一生使うなとうん。駅に近づくなっていう風なねまあ、そんな法整備が求められてるみたいなかろうかと思います。けども、皆さんいかがお感じでしょうか？